Pop Jam Artist History。奥田民生、彼の華麗なるロック人生はこのバンドから始まりました。そう、ユニコーン。人気バンド続出の80年代後半、彗星のごとく登場し、ユニークな歌詞とアイデア、そして多彩な音楽性で話題を独り占め、たちまちビッグなバンドとなったユニコーン。奥田さんにとってユニコーンって何だったんでしょうか。ちょうどそのデビューして、そのなんていうんですか、まあ、プロの世界へ入ってですね、その何もわからないところで、そのレコーディングの方法とかですね、そういうのをまあやりながらこう勉強していったので、まさにその修行の場であったと言えるんではないかと思うんですが。なるほど。そんなユニコーンで活動の後、1994年ソロとしてデビューするや否や、この愛のためにがビッグヒット。時に奥田民生29歳、29という年齢をそのままタイトルにしたアルバムをリリースしたかと思えば、セカンドアルバムは30。奥田さん、数字お好きなんですか。まあ、その最初に29というのをつけた時に、すごいそのアルバムタイトルに悩んだんですけども、結局浮かばなくてですね。でも数字だとなんか簡単そうだという理由だったんですよね、最初はね。でまあ理由として、その20代最後だとかいう、そのもったいぶったその理由をつけたんですけど、まあつけた以上はもう一回ぐらいやってですね、その理由に箔をつけたかったので、30もついでに やっとこうと。30代を駆け抜けるロックンローラー奥田民生。今度ポップジャムのエンディングテーマも担当していただきました。このタイトルが103。奥田さん、これまた数字、どんな意味があるんですか。よくそのいろんなこういう意味なんですよねとかっていう、こう意見がいろんなとこ来るんですけど、それぞれみんな違うので、あえてここは言わない方が。ちなみに父さんではないんですよ。うちのマネージャーは父さんだと思ってたんですけどね、それではないんですけどね。それではそんな103を含む奥田民生さんのスペシャルライブお送りしましょう。